アメージング講座イエイパフパフ今の大工さんの顔映したかったけどさあのユーストリームでは見えてるかな、ね、見えてるノリノリってたぞノリノリだ ねこのカメラ楽しいね、はい、時刻は7時を回りまして、はいアメージング講座の時間がやってまいりました、はい、皆さんこんばんはこんばんははい、うんね今日もですねスタジオには、まずメンバー紹介させていただきます。はい。おるから、はいはいはい。大吾。咳込んでしまった。大吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勢い負けたな、畜生。はい、ブーちゃんです。よろしくお願いします。はい、ともひろです。ともひろ。ターキーです。ターキー。よろしくお願いします。そして、ひさこ。はい、ひさこです。こんばんは。今日はね、かんちゃんもね、うん、残業ということで、お休みです。ね、そしてね、F の。なかなかはい、うん、F のマスター中松さんは、今日はですね、なんと F が7時からライブが入っていってですね。そうなんだよ、7時から。はい、7時スタートで、うんうん、ね。あの後でねもしかしてライブ中に、うんね、駆けつけてゲストの方が来てくださるかなっていう感じです、はいはいうん、というわけで、アメージング講座、ね、皆様からの、リクエストお待ちしています、うんはいね、みんなギターをね、担いで持ち込んでスタジオにねあの来ていますので、生演奏中心にお届けしていきます、はいね、ぜひこんな歌ね弾いてほしいなとか歌ってほしいなありましたら送ってください、はい、今週のお題もね、ラブソングということですのでラブソング、ねはい、ぜひぜひ送ってくださいメールアドレスです 761@fmkoza.jp 数字で 761@fmkoza.jp ですはい、はい、お待ちしていますメッセージもねお待ちしていますのでそうそうそう、ね、よろしくお願いします、うん、はいというわけで、ラブソングですね、はい、今日もねございますはい、ね、ラブソングたくさんありますので ね、 そうですね、はい、なんかね思い出とかあったら一緒にエピソードとか送ってくださったらいいなそれ、ねうん、嬉しいですね、うんうん、そうしましょうはい、はいはい、ですね、うん今週のミュージックバー F のライブスケジュール、はいはい今週のミュージックバー F のライブスケジュールです、はい7日土曜日うん、フルサークルフルサークル、フルサークル、うん、ダグさんっていうああダグさんの、はい、フルサークルそっかそっかとってもまん丸いんだよねフルサークルなんだねなるほど、ねうん、なるほどサークルにフルがついてる、知らない方も大勢いると思うんですあのアメリカさんで沖縄に住んで長くなるダグさん、うんはいすごいんですよ英語の歌上手なんですよアメリカ人なんだねそれはそうだってよかったよかった発音いいですか、うん、波長もいいわけさそれはそうだですからぜひねまだダグさんの、ね、フルサークル、体験してない方はぜひね、はい、7日土曜日、うんオープン21時30分にスタート、はい、チャージが500円になっております、はい、お安くしてありますぜひダグさんの、ね、フルサークルに聞きに来てください、はいはいはい、で10日、うん、火曜日、はい、来週の火曜日です、ね、火曜日、うん、ブーちゃんライブですねあ火曜日なんだね、うん、そうなんですよ来週のラジオが終わった後ラジオの後、うん、ラジオの後ライブ、うん、ブーちゃんライブです、うん21時オープンの21時30分スタートで、うん、チャージがこれまた500円お安くしております、はい、ぜひぜひお越しください、はい、よろしくお願いします、はい、先ほどもちょっと話があった、はい、今日はですねミュージックバー F でですね、うん鎌田純子さん渦巻くツアーということでですね、うん、すごいねすごい方なんですよアルテサキヤマトヨンブそれから、うん、最後は最終日がモッツと、うんはい、あちこちでライブされて、ね、そうなんですよ、ねうんうん、7日間ツアーですね、うんでそのうちの今日は3月3日火曜日はミュージックバー F で、うん、もうすでにライブは始まってるかと思います、はい、まだまだ間に合いますので、ねまだまだ間に合いますので、はい、でね、ミュージックバー F にね来られる際にはちょっとスタジオにも手を振りながらいてほしい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はいはい、ではスポンサーさんの紹介に、はいうん、アメージング講座3月のスポンサーですね、うん中古新品タイヤ交換価格なら負けません在庫多数あり寝間商店沖縄市久保田 1-9-30 富士店舗1階山里交差点普天間向け左
カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナック勇気、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階にございます。はい、女性お一人でも気軽に飲んで歌えるお店、酒バーリカさん、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル2階にございます。はい、浜田翔吾を愛するマスターがあなたを待ってます。バーそよ風沖縄市上地 2-1-21。 海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ。諸国飲み食いどころ紫サンゴ、沖縄市中曽根町 2-10 沖縄市役所近くにございます。酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクルさん、沖縄市小屋 1-8-19 潮平病院斜め向かいマンション1階にございます。はい、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、沖縄市上地 1-12-6 琉球三菱自動車左裏。ブラックミュージックなどゆっくり音楽を聴きながらお酒を楽しみませんか。ソウル&シーフードジューシー、沖縄市上地 1-13-14 ニューバビロンビル5階にございます。歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気、ギター演奏や各種イベントが定期的あります。ラテン酒場アルファンブラ、沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店隣にございます。はい、スポンサー様ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今のいいですね、すぐ入るのねいい感じ。はい、さすがいい流れいい流れいいね、身内で褒め合っていいな盛り上がるなーって、ね、こういうこの雰囲気いいね、リラックスですねそれ、あの開けたら掛け声した後に誰から始める？僕からやりましょうか。大丈夫？はい。俺からでもいいんだけど。大丈夫ですよ。じゃあ俺からでもいいですよ。あれあれ。じゃあ何を譲り合ってるんですか？じゃあタスコさんからだ。順番変えます？いつも。タツオから。ね、あ、いいね。タツオから行く？いいですよ。いつもと順番変えてね。あ、いいですよ。じゃあそれで、これ歌詞はある？あ、あります。どれにしますっけ？これ。あ、はい、大丈夫です。ね、今日は持参いたしました。ね、今週の出来事いきます？あ、そうですね。歌前に出来事いっちゃいましょうか。オッケー。そうだよ、そうだよ。うん、あ、弦張ったばっかですか？いや、違う。これが10秒前、はい、あ、10秒前、はい、うん、大丈夫、はい、アメージング講座、パフパフ、はい、アメージング講座をお届けしています。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんの、ね、今週という、ね、うん、いかがでしたでしょうか。ねえ、うん、あれですよ、Facebook の、うん、はい、アメージング講座の、はい、告知のところ、はい、うん、僕ちょっとね、はい、最近長袖着る機会が減りましたなんて書いたんだけど、ね、いきなり寒くなってね、なんか天気が読めないですね、はい、そうなんですよね、アメージング講座、ね、Facebook でね、ファンページがありますのでね、ぜひぜひね、皆さん、はい、どんどんね、グループに入っていただければ、入ってください、うん、ね、そんな形で、なんか急に寒くなったりですね、暑くなったりね、うん、そう、3月に入りましたからね、ね、3月だ、うん、本当ですね、そうだよ、今日3日でしょ、1日がほら、県立高校の卒業式があったからね、そう、あ、今日おひな様だ
来週さ、はい、テーマ、あ、そう、今日おひな様だね、今日、うん、祭り、来週テーマとかをどうしようかな、うん、どうしようかな、卒業とかどうだろう、あ、いいですね、あ、そうだそうだ、なるほど、3月、ねね、卒業ね、うん、そうしましょう、ということで、じゃあ卒業で、来週からのメッセージは、ね、曲のリクエストは卒業でお願いします、いきましょうか、はい、よろしくお願いします、頑張ってね、練習して調べて、ね、お届けできればよろしくお願いします。早速ですね、メッセージをいただきました、はい、ありがとうございます。ちょっとお名前がね書かれてなくて、うん、ゆうかえさんっていうのかな、うん、アメージングコザの皆さん、こんばんは、こんばんは、今夜は早くから F の方でライブがあるんですね、はい、ラジオの方でも気持ち良い音楽を楽しみにしています、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、はるさんです、はるさん、はい、はるさん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、嬉しい、ね、気持ち悪い音楽をどんどんお届けしていきますね、時々気持ち悪い音楽も、そっちドキッとするじゃない、そんなこと言ったんですが、気持ち悪いと、気持ちいいですよ、いつもで、はい、皆さんは何か変わったことなかった、うん、大丈夫、風邪ひいてない、風邪はひいてないな、いてない、大丈夫だね、私ね、うん、今日冷たいのちょっとあの2杯っていうか行ったら風邪気味になっちゃった、うん、鼻声になってしまう、あららら、元気だったのにさっきまで、あららら、冷たいのはダメですね、あ、うん、ね、あ、飲み物、冷たい飲み物に近いもの、うん、かき氷か、あ、やばいやばい、なんだ飲み物に近いものってかき氷なんですか2杯も食べちゃって、気をつけましょう、まあ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 、気をつけましょうね、はい、季節の変わり目ですので、ね、やっぱ温かいもので行った方がいいと思います、そうですね、はい、3月も始まったばっかりなので、うん、ただ、うん、もう多分会社勤めの方は決算好きとかね、確定申告だ、そうだし、確定申告、僕今日行ってきました、あ、行ってきた、あら、にっこり、確定申告、トモヒロいっぱいもらってるからな、俺もらってないでもね、ちょっと還付金っていうか、うん、お返しがあって、あ、嬉しい、早く振り込まれる、じゃあいつ行く、いや、ダメですよ、いつってのか、ダメダメ、年度末はね、もうパタパタしてるから、逆に家でこうラジオ聞いてる方が増えないかなと思ってさ、ああ。なるほど、ね、楽しみなんですが、楽しみです、ね、メッセージお待ちしております、まあ、じゃあね、リクエストしてます、気軽に、じゃあ早速、うん、タキさん歌おうか、そう、ね、いいですか、私からで、はい、じゃあ曲の紹介を、はい、そうですね、まあラブソングということでこれがねどうかと思うんですけど、でも昔お付き合いしたね方とばったり会ったっていう歌なんですけどね、いつあまゆみさんの雨宿りっていう歌をちょっとね、お送りしたいなと思います、うん、駅のホームで見かけたあなたは昔の恋人、その懐かしい横顔を思わず声をかけた私、あなたは驚いたように、タバコを落としてしまった、砕け散った炎の日々がつかの間によみがえり、見つめ合うどうしてる
今の僕はこんなものさと笑いながら髪をかき上げた。そうだけど不思議で、あの日別れたこともただあまりに若すぎただけだと二人互いに許し合える。愛したわ私、あなたのことを今は別別雨宿りって歌だったでしょ、うんうん、歌ってる間に、うん、なんか雨が降っちゃってますね。久々さんがわーっていうか、なんだろうって振り向いたら、やばい、洗濯物干してきただろうね。ラジオ、ね、お聞きの方で間に合うんであればね、洗濯物取り込んでいただけたら。いや、ほんと、ね、雨宿りの歌で、ね、雨宿りになってしまいました、ね、すごいタイミングだったね。雨降ってきました。あの急に、ね、雨降ってきた時、本当ね、運転手さん、車運転されてる方とか、はい、ね、気をつけてください。そうそうそう、雨降りのね、直後俺は滑りますよね。そうね、危ないんで、お気をつけください、ね、はい、ね、はい、タイヤが滑るといえば、ね、今商店でタイヤを新品に変えていただく。そうそう、いいこと言うな、大吉さん。そうですよ、今日ちょっと全部絡めていこうです。よし、よし、期待期待ですね。はい、タキさんでした、はい、ありがとうございました。いつ雨やみさんの雨宿り、はい、初めて聞いたけど、なんかいいね、爽やかではある ね、 いいね、うん、気持ちよかった。なんかね、久しぶりになんか昔好きだった人と会ったら、なんか心ときめきじゃないですか。でそれが、うん、なんて言うんだろう、いい別れだとこういう形になると思うわけ、うん、なんかね、うん、会いたくないって人もいたりするじゃないですか。 あるね、お金貸したけど解散まま別れたとかね。そっちか。でもなんかこれはいい感じのあれですよね、うんうん、いいね、うん、そうだよな、ね、ありがとうございます、いい歌でございました。はい、次は、ね、だいぶちゃん、はい、あの、うん、リクエストもらってたよね。もらってる、うん、はい、はいはいはい、俺ごめんなさいがあって、あ、はいはいはい、古内塔子さんのね、はいはいはい、あの誰よりも好きなのにってとってもいい曲があった、はい、先週一緒にいただきました、ね、はい、からね、そう、ギターがね超難しいわけさ、はい、なるほど、で E フラットから始まるわけよ。これは難しいですね。でね、ちょっとね、うん、どうしてもできなくてさ、ね、なのでこれちょっと来年もう一回やりますので、来月は来月なので、ね、代わりにね、そうそうそう、何かぜひぜひ、うん、あの2番目の大晦日のライブに向けて練習してきましたので、ね、申し訳ない、本当に、あの懲りずにまたリクエストよろしくお願いします。歌えるものはね、すぐ調べて歌えます、はい、スポンサーさんの紫さんごさんからごめんなさい、いただいて、いたのですが、はい、トムヒロが用意してるのもあるんだよな、はい、うん、ミカネネ、はい、ミカネネに愛しのエリーをね、はい、サザンオールスターズのやってたので、はい、うん、一番だけ、はい、ミカネネ。泣かしたこともある、
冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれで最後のレイディエリー My love so sweet。 二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて、人に言えず思い出だけが募れば言葉に詰まるよ。じゃ恋も終わりね、エリー My love so sweet、yeah、笑ってもっと baby、 無邪気に on my mind、 映ってもっと baby、 素敵に in your sight、誘い涙の日が落ちる、エリー My love so sweet、 エリー My love so なんか久子さんからずいぶんね、いや大好き、ね、いいよ、すごい、はい、友色でした、はい、ミカネで聞いててくれてるかな、うんね、ちょっと僕が準備してた、うん、ラブソングがあるので、はい、短いので、ザ・ブルーハーツっていうバンドが僕好きなんですけど、なんか今年で結成してから30周年らしくて、おなんかいろいろ85年にデビューしたんですかね、おその時の初期の曲なんですけど、うんうん、ブルーハーツより愛を込めてっていう、30年経っても全然ね色褪せない、ね、色褪せない曲がちょっと聴いてください。はい。見捨てられた裏通りから世界中に向けて大切なメッセージが届くのを君たちは見るだろう。鉄砲も兵隊も政治家さえもいらないよ。君たちが望むのは自由だけでいいよ。たった一つの小さな夢、追いかける若者がいて、たった一つのその命を燃やし続けている。燃やし続けている。っていう歌だな。もヒロでした、はい、ブルーハーツ、あ、まだいいな、30年になるんだ、30年みたいですね、85年、初めて聞いた、30年って生まれてるだよね、いやいやいや、生まれてない、まだか、まだ生まれてない、今年で29、僕86年生まれた、そっか、86年、まだ影も形もなかった、86年そうか、笑っちゃう、笑いが出る、笑いが出ます、とても元気な時代だったな、ね、何も怖くないあれですよね、イケイケな、
さあ、はい、どうしようかな、私歌おうかな、うん、はいはいはい、いい先行ってどうぞ、ありがとう、 どうぞ、何やるのかな、もうね、僕ド定番をやっぱり先週引き続きやりたくて、はい、はい、どうぞ、はい、ラブイズオーバーをね、うん、もう歌いたい、はい、今日でね、ラブソング終わりですからね、はい、はい、第5です、Love is over、 悲しいけれど終わりにしよう、キリがないから、 Love is over、 わけなどないよ、ただ一つだけあなたのため、 Love is over、 若い過ちと笑って言える時が来るから、 Love is over、 泣くな男だろう、私のことは早く忘れて、皆さんご一緒に、私はあんたを忘れはしない、誰に泣かれても忘れはしない、きっと最後の恋だと思うから、私はあんたのお守りでいい、そっと心に Love is over、 うん、元気でいてね、 Love is、 Love is over、お風呂場で歌ってるような気持ちいい感じです。よかった。ちょっと続いていこうかな。ムードがあるな。ねえ。飲んでる？ムードがみたいなぐらいね。なんか外雨だし。気持ちよかったです。大鼓でした。大鼓でした。はい、アメージング小座 CM の頭を聞きください。バッチリ印象アップだ。今日バッチリだね。時間通り。切ったくない、めちゃくちゃ切ったんだ俺。やっぱりそうなんだ。いやー、ダークさん合わせてるよなと思って。さすがだな。ありがとうございます。よかった、鳥肌立った。はい、お願いします。ゲストさん、うん、ゲストさん開けましょうね。あ、ごめんなさい、 CM 明けにスポンサー行って、はい、ブーちゃんさん、あ、はい、お願いします。お願いします。どうぞどうぞ。お一人です。はい、一人です。天城さん、はい、かまじろです。あ、よろしくお願いします。あの、はい、実はちょっとホームページを今ずっと大丈夫なんですか、あちらは。あ、ちょうど、いや、もうライブ前です。ライブ前ですよね、はい、じゃあすぐに行かないと、はい、あ、はい、生で一曲やっちゃいます。え、生で一曲いや、やらないです。やらない、告知、はい、お願いします。忙しいね、忙しい思いさせちゃってお願いします。はい、お願いします。今まだ CM なので、はい、大丈夫です。じゃあご紹介させていただいて、あ、そうそうそう、はい、ともよろしく、はい、あ、スポンサーそっちが読むのか、スポンサーそっちが読むの、あ、2回目のやつは僕は最後だね。はい、そうです、そうです。僕今名前だけ言いましょうね。 OK、これ鎌田純子さんでいいんですか。はい、鎌田です。はい、はい、はい、10秒前、はい、アメージングコザパフパフ、はい、アメージングコザは
ネマ商店、はい、カラオケスナック勇気、はい、酒バーリカ、うん、バーそよ風、はい、諸国飲み食いどころ紫サンゴ、酒と魚ナンクル、ミュージックバータイガーアイ、ソウル&シーフードジューシー、ラテン酒場アルハンブラ、以上のスポンサーさんの提供でお送りしております。ありがとうございます。はい、アメージング小座をお届けしています、うん、はい、スタジオにはですね、はい、ミュージックバー F、FM 小座目の前にあるミュージックバー F からね、今日ライブ中にちょちょっと抜けてね、ゲストに来ていただきました。こんばんは。紹介しましょうね。鎌田純子さんこと鎌純さんです。どうもこんばんは。こんばんは。はじめまして。鎌田純子です。忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。鎌純さんとお呼びして大丈夫です？どうぞどうぞ、はい、呼んでください。はい、今ねまさに7時からライブ、今はあれかな、オープニングアクト。いえ、ですね、うん、半からスタートなんです、はい、ライブ自体は、はいはい、じゃあまだ間に合うね。ですので皆さんまだ間に合います。ぜひ、はい、皆さん雨の中傘さしてですね、うん、ミュージックバー F に集合してください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ライブチャージ1000円になっております、はい、お安くしております、うん、よろしくお願いいたします、はいはいはい、ね、目の前にあるからできるっていう感じのゲスト、うん、すごいよね、出演ですね、本当に前ですね、ね、はい、今日はどんな感じに、ね、はい、ていくのかな、ステージは。私がジャンルとかは。そうそうそう、俺好きだからって。彼女さん今回は沖縄ツアーということで、はいはい、ツアーで、はい、今日がもうファイナルから2つ前だよね。そうなんです、明日がですね、うん、ファイナルなんですけれども、うんうん、はい、決まってるんです。そうなんです、チャタンのモッツさんで、うんうんうん、はい、やらせてもらうんです、ね、はい、今日は出演者は誰と一緒ですか？ちょっと待って、結構ね大人数おられた、うん、さっきね F 覗いたらたくさんいっぱいしてましたね、そう、人が、そう、今日はねまた長丁場でね、はい、やりますので、うん、そうです、うん、今から間に合いますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、明日のモッツが時間帯は何時でしょうか？はい、ですね、オープンが7時から、7時からで、スタートが20時、8時からとなっております。ゆったりとできますので、はい、すごいね、で、うん、そう、一つなんですけど、はい、今日F でライブをやるんですが、はい、そのライブに来てくださった方には、はい、明日のライブ見せちゃおうと思って、ご招待しようと思って。マジで。そうそう、すげえ。だからめっちゃ得やし、1000円やし、来てほしいと思ってるんですけど。そうですね。明日モッツが？モッツ？モッツの方は？モッツです。はい、チケットを、そう、そのチケットを持ってきていて、はい、それをご招待券としてですね、今日来てくださった方にはお配りしようと思ってるんです。はい、はい、今日 F に来た方は明日のモッツも行けるように、そういうことです、はい、自然的に、で F の方が今日が、ミュージックチャージが1000円ですね、1000円ですから、じゃあ2日通して1000円で見れちゃうってことですね、そういうことですね、あららら、お得、ね、ありがとうございます。明日は2000円なんですよ、うん、当日がね2500円、じゃあ F にね来ていただいた方は来たらいいさ、ね、いいです、来たらいいさ、お得使いになるという、はい、沖縄結構来られてますもんね、もうね、そうです、今回で7度目のツアーということです、うん、はい、もうね僕の周り鎌潤さん、鎌潤さんってカバーしてるピアノの子までいてさ、あら、そうそうそう、何ですかそれは、すごいですね、素敵なお話、テロテロとか何だったかな、名前忘れたな、カバーしてる子がいるのね、アルテ崎山で、なるほど、あー、まあ、カバーしてる子たちがいてね、いますね、やっぱりね影響力があるなと思って、いやいや、心こもってます、大丈夫ですね、確かに、確かに、確かに、沖縄が明日ファイナル終わったら、はい、次来るのはまた1年後ぐらいになっちゃうんですさあどうかな、ほらね、待っててくれるのかな、今のうちに見とかんとだよ ね、 ね、ぜひぜひ ね、 ね、楽しみです、はい、日頃はどこら辺で活動されてるんですか？ですね、生まれは関西なんですけども、はい、現在は東京を支店としております、すごい、ね、ですよいわゆるプロですよね、そう、もう、ね、まあ、はい、音楽でやらせてもらってます、まだ間に合います、ね、うん、
ぜひぜひ今日ね、かまじゅんさんのライブ F で見れます、ね、皆さん、はい、明日行くより今日来た方がお得と、うん、そう、ね、あ、まあ明日も行ける、明日も来てくれる、明日も行ける、それは貪欲に行きます、明日も来てください、はい、ね、今夜もでもたくさん、ね、あの素晴らしいアーティストさん揃ってますから、はい、ぜひ、何組いるんですか今日ね、多分5、6組出ましたよね、はい、5組ですね、5組か、5組のアーティストさんの、あ、盛りたくさんなんですね、はい、明日もね、またあの明日はいよこちゃんとね、確かマッシー、うん、そうです、サイマンちゃんも、そうそう、はい、まあ楽しいね、すごいよ、はい、なのでぜひぜひ、はい、かまじゅんさんです、本当は一曲歌っていただきたかったけど ね、 ね、ですが今もう ね、 ね、ライブ前だから、ま、そうなの、この後すぐにライブなんですよ、うん、だから、はい、続きはライブで、はい、はい、上手だな、はい、いやいやいやめっちゃ歌は好きですぜひぜひ、はい、あのね、本当駆けつけてくださってありがとうございました、かまじゅんでした、はい、ありがとうございました、はい、はいはい、今晩はすごいライブがね、F でありますからね、明日のためにもぜひ今日ミュージックバー F にお越しください、はい、かまじゅんさん、ミュージックバー F に戻りましたですね、戻りましたライブが始まります、うん、心配ですね、はい、それではスタジオへ返しますはいはい、スタジオのブーちゃんです、はい、ね、いや、やってみたいな、じゃあもう早速いいですかね、はい、僕の方からね、うん、はい、たとえこの世界で一番綺麗な人が僕を好きだと言っても、たとえこの宇宙で一番綺麗な星を僕にくれると言っても、僕は何もいらない、お前だけが、お前だけが、お前だけがいてくれたらそれでいい、お前の優しい笑顔がそこにあればそれでいいのさ、僕とお前の可愛い子供が生まれたら写真を見せて言うんだ、これがパパとママの若い頃の写真さ、どうだ今も変わらないだろうと、朝日がもう差し込んでくる、だけを、お前だけを、お前だけを愛しているから、夜がとても短すぎて愛を語り尽くせない、夜がとても短すぎて愛を語り尽くせない、イエーイ、ありがとうございます、お前だけがでした、これいい歌だな、ね、いい歌だね、伊勢翔也だよね、そうですね、うん、伊勢翔造さん、ね、これまあ、いい歌だね、うん、さっき、そう、いやいや、さっきラジオ始まる前にね、うん、君のために歌うよって言った女性が一人いてね、うん、聞いてくれたかな、聞いてるかなもこもこしてる大悟さんもこもこするよなそれ、ね、なんて言っていいのかわからないよちゃん私知ってる、あ、そうなんだ、聞いてくれたかな、うん、聞いてるはずよ多分聞いてるはずね、投げやりな、よかったよかったよかった、音楽っていうね、こう、ね、気持ち込めて歌うと伝わるんだよな、そうですね、うん、今ですね、うん、先ほど、うん、ね、あの F のライブから抜け出して、うん、ゲストに来てくださった、はい、鎌田純子さん、さんね、のね、はい、今音源いただきましたのでね、ちょっとお届けしましょうね、はい、鎌田純子さん、悲しみが果て、うん、
悲しみが果て、うんうん、あ、ギター弾きなんだ、ね、ギターですよ、ギター彼女は。お送りしております、鎌田純子さんで渦というアルバムからですね、久保さん曲名はこれ何て、悲しみが果て、悲しみが果て、うん、はあ、なんかすげーかっこいい歌やね、うん、生で聴きたいなこれな、うん、今ねまさにミュージックバー F で ねライブですね、うん、あ、はい、でもね、あってよかった、うん、いや、はい、声がなんか素敵じゃないですか、うん、なんか、うん、なんか透き通ったような感じで、うん、だから、うん、ちょっとだけでもなんかあると、うん、皆さんイメージがあって聞きに行きたいって言ってくれるかなと思ってさっき、ね、言っちゃってたんだけど、ね、音源あってよかった、なんか素敵、ね、うん、よかった、すごいね、聞いた後に話すればよかったな、ね、本当だ ね、 なんだ、え、音源あるんじゃんみたいな、そうそうそう、ね、素敵ですね、鎌田純子さん、うん、ね、今日明日で、沖縄のツアーが、ね、うん、明日がファイナルモッツです、うん、ね、で今日はね F で、ライブをまさに今からですね、うん、始まってます、ね、はい、で他にもね明日のモッツには陽子ちゃんも出演したり、ね、今日もね5組のミュージシャンがね一緒にジョイントでやってますので ね、 ぜひぜひ今日は F、はい、明日はモッツの方に、ね、はい、聞きに来てください。はい、でも得点は嬉しいですよね、得点嬉しいですね、すごいよね、なんとですね、今日ね、今日 F の、鎌田純子さんのライブに来ていただいた方は、ね、明日もね、チケットのね差し上げるということでね、いや、いいとこだった、はい、はい、これいいな、このこの商法いいなねえ、あ、そう、あの、うん、僕のライブに来てくれたらブーちゃんのライブのチケットあげるみたいな、あ、いいですね、ね、今月もね、あ、迷惑そうな顔したね、今月はみんなね、ライブあるもん ね、 来週ブーちゃんでしょ、ね、火曜日、大吾は再来週の火曜日、再来週の火曜日、ね、そうなんです、今日はね、12の木曜日になりました、木曜日、来週じゃ12の木曜日、そうか、そうか、いつも隣同士だね、そう、あ、そうなんですよね、うん、ユニ13日の、はい、13日金曜日です、あ、うん、というわけででね、今月はね3月20日、F のね20周年、うん、20周年じゃないよどっから出たんだ私すごいな20周年60余ってる5周年です、どっから出たんだろう、20日から出ちゃったんだ、うん、5日はね、5周年も周年早いな、早いね、20日金曜日、うん、みんなでね、ワイワイね、あの、ご祝儀ね、できると思います。はい、あのね、うん、あの、このラジオのね、あの、アメージング講座のメンバーもね、うん、毎月、うん、あの、F の方でライブもしてますのでね、はい、お楽しみにしてください。はい、はい、10日火曜日、僕のライブに来ていただいた方には、うんうん、漏れなく塩せんべい1枚ずつ、あ、いいね、チョコレート付き、チョコレートはつかないね、あ、なるほど、持参で、ね、塩せんべい1枚差し上げますから、ぜひ来てください、そう、はい、僕ね、うん、この間ゲストで出てもらった、はい、無法者さん、はい、あ、昨日ね、たまたまコンビニで本当たまたま会ったのよ、そしたらさ、うん、あーって向こうが声かけてくれたから、はい、あーってちょっと離れてたんだけどさ、はい、あー無法者さんってコンビニ内でみんな見る見るそう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 ちょっとね、で無法者さんからね3月20日の F5 周年だよっていう話を聞いて、うん、うわー、なんか
燃えてきたね、うん、F が盛り上がると、うん、こうね小佐の街が盛り上がるんじゃないかと、ね、うん、そうしましょう。アメージング小佐いいですよね改めてね、はい、じゃあラブソング続けてね、はい、お届けしましょうか、うん、はい、僕やります、はい、2週目、はい、いいですよ、うん、あでも僕とは友博、あ僕友博ですそうですそうですよ、そうです、私が変なおじさんですって私が友博です。先週、うん、はい、知り合いの人からこの人たちいいよってこう CD を紹介してもらって、うん、すごいいいなと思って、ハンバートハンバートって、あ、はいはい、知ってますよ、はい、僕はもうそれ初めて聞いたんですけど、うんうん、夫婦でされてるんですよね、うんうん、それでこう掛け合いとかハモリとかがすごく心地よくて、その中の曲を多分一番有名な曲だと思うんですけど、はい、同じ話っていう、うん、やつを、どこにいるの、窓のそばにいるよ、何を知ってるの、何にも知ってないよ、そばにおいでよ、今行くから待って、話をしよう、いいよまず君から、どこにいるの、君のそばにいるよ、何を見てるの、君のこと見てるよ、どこへ行くの、どこへも行かないよ、ずっとそばにいるよ、それから僕も君を見つめ、それからいつも同じ話、さよなら、ゆうべ夢を見たよ、さよなら、いつも同じ話。情景が浮かがる、うん、はい、ね、スケベだな、スケベですかいや、とっても爽やかなんだけどさ、うん、これあるんですよ、亡くなった彼女が、うん、っていう、そういう歌なの、彼氏の元にいるみたいな、すいませんごめんなさいちょっとね切ないんですよね、切ない、本当になんか切ないのが伝わったな、そうそうそう、いやでもスケベ、トムヒロが歌うとスケベなんだよなって思ったんだけど、それ言いたかったんだよね、そう、うん、ダメだもん、いやでも本当にスケベだって、ごめん台無しにしてごめん、とっても言えたって、俺めっちゃ聞いてたよ今もう半分な泣きそうな感じで、でもね、こういう新しいアーティストを紹介してもらうとまたなんか、うん、そうね、あ、こういう音楽いいなと思ったり、うん局長、はい、FM小佐局長の山内さんから今ピースいただきました、ね、はい、ありがとうございます。なんかコメントないのかな、どこも入ってないメッセージ来てないのかね、で今日はねちょっとそう、うん、ね、雨だからな、うん、雨だからでも本当まだね雨降ってるみたいね、うん、はい、皆さん運転気をつけてくださいね、うん、はい、2週目、うん、次はいけちゃうよ、まだ時間がありますよ、大悟ちゃんエンディング、うん、じゃあブーちゃんさんが、うん、俺ね、どうしよう、はい、どうしよう、地域愛を歌っていい、地域愛、いいね、はい、アメージング講座いいですね、いいですね、これ大好き、はい、
びっくりした。ラブソングでくくられてると思ってたから今心の声が心の声いろんな声たち確かに。いやいやいいと思うよ。うん、そんな感じでね、うん、他に探してみようかな。そう、あ、でもね、あんまりね、アメジコザンの名曲、うん、ここで俺ブチャにあれ歌っとしてある、ね、どんどんディドンドゥディディドン、あれ、あれの歌いや、もち池まで行くんだったら、え、何それどん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 すげえ歌、あ、ドン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 ってやつ、 あれ行く、やばい、歌っちゃったあれ、あれ行こうかドンドンドン地形からハマっちゃったね皆さん、リクエストください、ね、来週はね、卒業ね、卒業、卒業、そうそうそう、来週の、はい、テーマ、お題は卒業、卒業、はい、じゃ あ、 あの 曲調ちょっと変えて、うん、はい、なかなか思うように声が成就できないあの若者の歌ということで、はい、きっといつかは君のパパも分かってくれる、二人の愛を後ろを向いた震える肩を抱いてあげよう。だからグッナイグッナイベイベー、涙こらえて今夜はこのままおやすみ、グッナイ、グッナイ、グッナイ、ベイベー、涙こらえて、楽しい明日を夢見て、グッナイ、やっと見つけた。この幸せは誰にもあげない、二人のものさ、涙に濡れた冷たい頬を拭いてあげよう。涙こらえて今夜はこのままおやすみ、グッナイ、グッナイ、グッナイ、ベイベー、涙こらえて楽しい明日を夢見て、グッナイ、グッナイ、グッナイ、イエブちゃん、イエー、ありがとうございます。グッナイベイビー、グッナイベイビー、はい、うん、エンディングの時間、早いな、ね、本当に、ね、なってしまいました。はい、うん、はい、それではエンディングのお時間でございます。はい、スポンサーのご紹介をお願いいたします。はい、この番組の提供は、はい、アメージング講座3月のスポンサーさん、中古新品、タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、寝ましょう店、カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナックゆうき、女性お一人でも気軽に飲んで歌えるお店、酒バーリカ、浜田省吾を愛するマスターがあなたを待ってます、バーそよ風、海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ、諸国飲み食いどころ紫珊瑚、酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクル、カラオケダーツ卓球ありの楽しいお店です、マオベアもいます、ミュージックバータイガーアイ、ブラックミュージックなどゆっくり音楽を聴きながらお酒を楽しみませんか。
ソウル&シーフードジューシー。歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気。ギター演奏や各種イベントが定期的にあります。ラテン酒場アルハンブラの提供です。ありがとうございます。大吾さんの歌でお届けいたします。来週のお題は卒業、卒業に関する歌でリクエストをどんどんお待ちしております。来週もまた聞いてね。